です、はい、というわけで皆さん、本日はホークス VS ロッテの試合があったわけですが、結果は3対0で勝利。イエー。さらにさらに、合わせまして埼玉西武ライオンズ VS 北海道日本ハムファイターズの試合がございまして、結果はなんと近藤健介のサヨナラスリーランで試合勝利。近藤さん、いや本当に今日の結果はでかいです。これでホークスと西武さんのゲーム差は2となりました。本当にありがとうございます。ね、なんか2試合目ばかりの話になってしまっているので、ちょっと今日の試合を振り返っていきましょう。ただ、今日のホークスの試合はね、もう8割方がこの一言で、肩がつきます。石川修太、8回無失点。ナイスピッチ！今日の修太さんは本当に良かった。制球力もビタビタでしたし、変化球のコンビネーションも最高。で、持ち前のテンポの良さでね、バッターに考える間を与えず、ポン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 とアウトを積み重ねていき、1回裏にわずか5球で、スリーアウトを取るなどの活躍もありまして、結果、終わってみれば、被安打わずか3、フォアボールもデッドボールも0。8回も失点という結果になりました。エース見つかったわ。また鷹のエース見つかってしまったわ。これな、本当に石川修太さんにはね、もう毎度このレベルのピングしろとは言わないんで、これに近いレベルを安定して残りシーズンを駆け抜けてほしいですね。修太さん、ナイスピッチングでした。でバッティングの方なんですけど、もう何度対戦したか分かりませんが、ロッテの先発はロメロで、先制したのが3回表でね、ツーアウトランナー1塁の場面でエンドランでね、修太くんがあらかじめ走ってて、そしてバッター今宮がインローさばいて、最終回真っ二つで先制タイムリーということになりました。前橋まみというか、まずエンドランが決まったのがすごい。つい最近まではね、エンドランしては三振ゲッツー、エンドランしては失敗みたいな、もうそんなのばっかりだったんで、いやちょっとね、タカファンが一番びっくりしてたかもしれないです、この結果にはね。まあ、最近はちょっと決まり出すようにはなってきてたんですけどね。そして5回表、またしても、ワンアウトランナー一塁、一塁ランナーにシュートを置いた状態で今見打席が待ってきまして、なんとまたヒットエンドランが決まりました。今見の打球ライト前で、ライト前の人だから、まあ、シュート君三塁で止まるのかなと思ったら、なんかホームまで帰ってきてました。エンドランしとるとはいえさ、なんでライト前ヒットで一塁からホームに来れるんですかね。いやもうおかしいですよ彼。シュート君ね、なんかその後の打席でも叩きつけた平凡なショートゴロで、なんかシャ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 ってけでけて内野安打になってたんで、なんかもうもはやね、ズルしてる気分になりました。シュート君を見てると、あら、こんな選手使ってていいのかなみたいな。チートですね、彼の足の速さは狂気です。今見の2本目のタイムリーの後、4番柳田悠岐さんもライトへのタイムリーヒット、3点を挙げましたと。素晴らしい合計でした。ホークスこの後はね、シュータさんが8回、最後はモイネルが問題なくピシッと締めてくれて、ホークス快勝ということになりました。まあ、終盤ちょっとチャンス潰すことも多くってね、2桁安打に乗ったものの得点は3つに収まったんですが、まあ十分でしょう。でも日ハム対西武が激アツだったんですよね、今日ね。日ハムさんが1点先制したのに、おかわり君にツーラン打たれて、で8回裏にやっとの思いで代打上川畑が追いついたと思ったら、9回元に今度はドスコイにタイムで打たれて勝ち越されて、日ハムって思ってたんですけど、でも最後にね、9回裏代打杉谷さんがヒット打って、清宮君もヒット打って、最後近藤健介さんがサヨナラスリーランドーン。もう正直今日の配信中一番その時が盛り上がってましたね。近藤さんホークス応援チャンネルとはこれいかにとは言わんばかりの状況でしたから、でもね、それだけホークスにとっては大きいホームランとなりました。近藤健介さん、お誕生日おめでとうございます。本当にありがとうございます。さあ、もう最高のカード頭勝利を飾ったホークス、この調子で明日明後日も勝ちたいところ。さあ、明日の先発は誰かな。佐々木朗希。164キロのお化けピッチャー佐々木朗希君とまたぶつかることになってしまいましたが、まあ野球は何が起こるかわからないんでね、タフな試合になるのは間違いないですが、粛々と終わらず我々は一緒に応援してまいりましょう。というわけで皆さん、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ホークス最高。